アミルカレ・ポンケ・リーは、イタリアのオペラ作曲家。クレモナ近郊のパデルノ・ファソラーノに、教会音楽家の家庭に生まれる。9歳で、奨学金を得て、ミラノ音楽院で音楽を学び、10歳にならずして、最初の公共曲を作曲した。音楽院卒業から2年後の1856年に、アレッサンドロ・マンゾーニの有名な小説に基づき、最初のオペラ、婚約者愛。 プロウメシー・スポーシーを作曲し、この作品でオペラ作曲家としての名声を次第に築いていった。初期の経歴は不遇であった。選抜試験で手に入れたミラの音楽院教授職から追い出され小さな都市でつまらぬ仕事をして、ここをしのがなければならなかった。1862年、ポンキエリはピアチェンツァの国家警備隊音楽監督に就任し、1864年からは、 クレモナの市民バンドのバンドリーダーを務めた。転換点は、1872年における、婚約者改訂版のミラノ上演で、これによって、楽譜出版社リコルディア・ミラの音楽院当局並びに、スカラザと契約を結べるようになったのである。バレエ音楽の佳作、二つの双眼鏡をレデュージェメルによって、ポンキエッリの名声は、格好たるものとなった。次のオペラ、 リトアニア人も成功を収めた。その次のオペラ作品が最も有名なラジョコンダラジョコンダでビクトル・ユー,ーの戯曲に基づきアリー・ゴボーイトが脚本を書いた。ラジョコンダの後でポンキエリの音楽的な創意は落ち込んだかのようで、その後のオペラで同じような成功に出くわすことはなかった。1881年にポンキエリは ベルガモ大聖堂の学長職マエストロディカペラに任命され、1883年から母校、ミラノ音楽院で作曲家教授を務めた。ジャコモプッチーニやピエトロマスカーニは門人である。1886年、急性肺炎のためミラノにて死去。51歳没。ベルディは、ポンキエッリの不法に接し、次のように言った。かわいそうなポンキエッリ、あんなにいい奴だったのに、 あんなに立派な音楽家だったのに。生前、ポンキエッリは、人気と影響力に非常に恵まれ、拡大されたオーケストラと、より複雑なオーケストレーションを取り入れたにもかかわらず、今日定期的に演奏されているオペラは、唯一、ラジオコンダだけとなっている。このオペラには、ソプラノの名アリア、私は死のース数シュディオやバレエ音楽、地の踊りダンツデルる俺が含まれている。 ポンキエッリは1864年から1874年までクレモナのバンドマスターとして多数の吹奏楽曲を作曲した。ありがとうございます。